最近ね、まあ、今年陸上やるのかと、まあ、結局陸上やるのかっていうお声が結構あるので、それにちょっとお答えする回ですね。ということで久々に、こんにちは、お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。陸上やりに行きました。久しぶりです。本当にマジでガチガチ走るの 2,3 ヶ月ぶりかもしれないです。すごい。いやでもまあ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 走れるんですか。若干痛いっすけど、でも今日朝すごい調子良かったんで。あれ折れてたんだよね。楽しみに来ました。ただ走りたかった。ただ走りたかった。なんか普通にあのカチャンって音を感じたかった。それでちょうどいい目線。いやもう今日今年シラパン陸上どれくらいやるのっていう話ちょっとねしたいと思います。はい、ね。練習する中でお話したいと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。俺がオールデースがなくなった。ちょっといい天気だな。というかさ、骸骨遅れてんじゃん。何やってんの本当。遅刻するとかありえないし、ありえない。社会人としてちょっと怒りましょうか。これはね、確かに子供もいるし、はあ、子供かわいそうなの。一回じゃあケンちゃんガチ切れドッキリちょっとやってもらって、ちょっと君のガチ演技見せてもらってよって。やっぱ久々だから、ちょっとシナパンチャンネル今年陸上やるよってとこ見せたいんで、やっぱりガチ切れしてる。もう挨拶来て無視する。そうそう、無視しよう、無視。多分ただ口聞かなくて練習終わるだけだと思うんですけど。どうせ思ってるんでしょ、んシナパン今年どれくらい陸上やるのって。うん、みんな思ってる。思ってる。結構来たんで。どうせこんななあなあで陸上真面目にやらないんでしょうって、もうこれがもう視聴者の総意ですよ。いやまあなあなあではあるんですけど、うん、6、7、8月のこの3ヶ月間は陸上ガチろうと思ってるんで、はいはいはい、まあ、6月多分 100m 走出て、7、8どっちかをちょっと幅跳びもやっぱりちゃんと出ようと思ってるし、大会ちゃんと大会に出る、ちゃんと大会。ああいいじゃん。でもちょっと7、8月2ヶ月ぐらい練習して8月に出ようかなとか、はい、秋頃ちょっとまた幅跳び企画お願いします。はい、6メートル行かしてもらっていいですか。6メートル行かせましょう。いいっすか。今ひねってますか。グネリストですよ。いやでも後半めちゃくちゃ強くなってる最近。確かにね、もう見させてもらってます。めっちゃ伸び、重心が上がりまくりってやばいっす。いやもう10秒8でももううんこだなって思ってるでしょ。いやさすがにうんこだと思ってないけど。さすがにそれ違うか。おならマンです。おなら。ちょっとおなら走り見せてもらっていいですか。おなら走り見せてもらっていいですか。すげえ面白くね。ああ、青空が俺を受け入れてる。青空が俺に力を与える。青空が俺の筋肉を温める。まだカットしないです。まだカットしてない。まだカットしてないです。ごめんなさい、まだカットしてないです。ちょっとカットの仕方わかんないです。まだわかんない。タラタンが俺に力を与える。もう一段階やったらカットできるかもしれない。ごめんごめん、久々だからカットの仕方わかんなくて、ごめん久々だから。青空が俺に力を与える。青空が俺に力を。腕落ちてねえなお前ら。お前ら腕落ちてねえな。そこでぶっ壊れちゃう。検証結果としてまず判明したのというか、足が壊される。足のこの軌道はいいから、あちょっとこう上に抜けてるから体をちょっとかぶせた方がいいかもしれない。100の久々すぎてめっちゃ疲れるんですけど、なんか、あそう疲れる、ね、なんかいつもやってないスポーツやるとすごい疲れる感じというか。そうですよね、全然力のね、気力違うからね。でいつも練習やってる人は疲れないってことですよね。まあそうだね、そういうことだよね。そういうことだよね。今ね、400終わった。400終わった。今ちょっとドリル 30m で、やっぱね、短距離疲れるよ。いや100は直近。いや疲れすぎでしょ。疲れ。すいません、あの陸上始める前からファンだったんで、はい、すいません、あのこれ告白ってことでいいですか。うん、サインください。はい、本当に。でも本当にいる、なんか熱いっすかこれ。いや こんなこと言うのあれですけど、やめた。こんなこと言うのあれですけど、頭おかしいっすよ。吐きますね、吐きますね。大会頑張れって言ってほしいです、強制。おかしいでしょ、おかしいでしょ。今度僕大会あるんで、ちょっとシナパン大会頑張れってじゃあコメントしてくださいね。シナパン大会頑張ってください。言い慣れてない。言い慣れてない。今これ無視始まってる、無視始まってる。えこれドッキリ始まってる。あこれ始まってる、始まってる、始まってる。これ見てほら、本気力をして。ケイちゃんどうだった。見た、ケイちゃん見た、その何を見た。いやあの北さんの動画見た。見てない、見てない、見てない。あのムケタンと動画見てない。全然見てない。あ本当、登録しないし。え登録しないし。どっちを、あ
皆さん、お願いします。はい、はい、はい、はい。結構撮影企画が詰まって、あ、はい、はい、はい。もう結構分刻みのスケジュールなんですよ。あ、はい。だから遅刻されちゃうと困っちゃうんですよ。あ、今な。1時34分です。ちょっとね、今遅かったわけです。あ、なるほど。はい、ちょっともうやめてくださいなんて言ったよ、こっち見んなよ。なんかすいやさんがよけちゃったのよ。いやいや、ガチ切れドッキリを やれるって言ったんだよ。ガチ切れをやったのよ。だから何分に来たか聞いただけっていう。全く違う。3ヶ月ぶりの跳躍、はい、努力嘘つかないんで残ってると思うんで、はい、やっちゃっていいですか。いや絶対いけるでしょ。いけるっしょ。やっぱあの免許とかと一緒で、もうさ、一回飛んだらフラグ立てちゃってね俺。一回飛んだらもう体が覚えてるから。だって運転しなくてもね、運転できるもんね、うん、あ、そう免許もらってますから、ね、そう、ね、それはもう体が覚えちゃってるから。すげえ不安だよ俺。体が覚えてるか。お、結構覚えてる。結構覚えてるんじゃないか。これは結構。え、君練習してたの逆に。いや、してないです。見してもらっていいですか。でもゴールド免許ですよね。あ、まあそうですね。見してもらっていいですか。6メートルぐらい行きます。そうですね。見してもらっていいですか。わかりました。ちょ、息切れしてんだよな。撮影で息切れしてんだよあいつ。いや、マジで。いやでも大丈夫です。ザーチンやっぱね、ふざけててもちゃんと結果残すやつなんで。ジャパンの後が多分そこなんでね。そっから見ると多分いけるんじゃないですかね。来た。ダメだったな。あのシンプルに足合わなかった。足合わなかった。1戦タイムより多分最高速度すごい速い。速い人を持ってきたいんですね。なんぼでもいいです。行かない？あ、はい。これスタート中に喋っとくとカットされながら喋っとくけどね、5月5日に埼玉でシグナルと5月29日に北海道でシグナルで、スプリンテスの会員も募集中なのでぜひ皆さん来てくださいね。練習会毎月やってます。なんかドスンドスンって音がしましたね。12秒5ぐらいですね。いや、さすがにそれは甘く見すぎじゃないですか。多分12秒9ぐらいかかってます。陸上そんな甘くないですから。かわいそう、はい、これやばい、これ学生の修復できてる。そのままテーピングしちゃったんだよね。あ、練習の時そうなんだ。お前なんか撮影の腕落ちてんな。撮影の腕落ちてんな。走ろうぜ。いいっすか。練習してないんだろ。そうなんですよ。俺が一本目ちょうどいいんじゃないか。勝ち癖つけたいだろ、はい、そう、下を見たくなっちゃいますよね。あのスプリンテッドスの非常に高いレベルだと思いますけど、俺いるから。一応ねメンバーです。奇跡の川津さんと俺共存してるからね、このチームで。奇跡の実家のようなスピード感。あの人懐深いからね、俺もチームメイトに加えてくれたんです。遅刻してきたやついるじゃん。ガリおじ、ガリガリおじさんに。ガリおじどれ。あそこでなんかみんなで話してますよ。ガチで怪我してそう。ピカさん、一緒に軽い感じなんで、あの、なんでもないお願いなんですけど、はい、今すぐ 50SD やりますよ。今すぐ。今すぐやります。まあ、遅刻しといてね、選択肢は一つしかないですよね。そうなんだよね、やっぱ何も言えないからね。確かにね。え？いや、彼もやるんですよ。あ、僕もやる。それともやる。ちょっともうザーチンの上で。本当にあんまり調子よくない。北さんだと思って。いけるか、北さん役いけるか、バレないか、視聴者に同じぐらいもんですね。ほぼね、じゃあ北さんとしていいですか。はい、さあ北さんお願いします。愛知の荒くれ者ムグタ、あ、ムグオですね。ムグオな、はい、いや、知らんとびスプリンテスト最長ジャンパーでございます。はい、よっしゃスプリンテスト。お、サワチンが出てるか、ムグタンが出てる、シダパンも明らかに遅れてる、最後の巻き返されることは絶対にありえません。あー、はい、いや、どうでした。いや、ちょっと
ちょっと差感じましたね。あ、やっぱそこはね、10秒台とかね、11秒前半のね、やっぱシグナルならではのね、うん、やっぱ2人で戦ってるからこそ、この緊張さは、緊張感はあるのかなと思いましたね。やっぱ気持ち的にもね、得るものあったんじゃないですか。まあ、せっかくだったら並びのレーンでもよかったかなっていう。ああ、確かに。間1個アキレスなかったもんね。2人だったからね。1対1だったよね。ムグオさんどうでしょう。いやまあ、殺勝負ということで、はい、緊張したんですけど、はい、まあ、自分の走りできたかなと思って。うん、やっぱスタートから結構力強い走りでしたね。はい。まあやっぱね、うん、なんか見てる側としてもやっぱりモチベーションもらえたというか。そうですね、やっぱり1対1って真剣勝負だから。そうですね、スプリンテストって、うんうん、今結構レベル高いじゃないですか。そうですね、だいぶ、うん、やっぱみんな味方上がりだから、うん、やっぱ僕らもやっぱプレッシャーすごい感じますけど、まあその中でもね、他の人の走りを見て勇気もらって。そうですね、さら、うん、に上目指せればいいかな。陸上を引退します陸上を引退しますありがとうございました、本当に、はい、今まで、はい、ありがとうございました彼全然もう興味ないですよどうでした？余裕の。いや、サバ貸しますよ。え？最後。いやいや、勝てないでしょ。もう一回いいですか？もう一回いいですか？もう一回言いますよ。陸上引退します。引退します。わかります？はい、引退って言って。すべてをやめます。はい。はい、取り組みません。大丈夫です、はい、こんな思いするんだったら、はい、久々に来たんですよ私引退します。引退する前にさ、脳に届いてますか？引退する前に、はい、俺のあるあるだけ取ってもらって。あ、わかりました